おはようございます。あ、クムさんやな。お疲れ様です。この間どうもごちそうさまでした。ああ、いえいえ、ありがとうございました。お店来てもろて。お疲れ様でございます。お疲れちゃんでございます。よし、お二人はもう準備バッチリな感じですか？完璧ですね。マジで。ちょっと今あのコウスケさんとこ終わったんで、なんか爆笑してたって聞きましたけど、バカさん。いや、セラミカルが死んだらそれは楽しいじゃないですか。セラミカルが奈落に落ちてくれたらわしらはな。まあそれあのブーメラン刺さりますけどね。いや、もう僕らはもう不死不殺ですから。マジですか？ほんまにそんなことハードル上げていいの？いや、ハードル上げてるとかじゃなくて、それが事実なのでしょうがない。言ってる言ってる。逃げ決殺でございます。ほんまですか？オッケー。じゃあちょっとどうしようかな。あともう2分なんで、2人とも、読んでいいですか TP で。はい、あ、大丈夫ですよ。お願いいたします。ここにコファンキー、ここで、トマコさんが毎年驚いてますよね、 TP すると。これあれ、なんかコメントで米ビュー禁止って書いてあるんだけど、あ、それも説明します。あ、ネタバレ対策とかですか？そうなんですよ。ネタバレがね、あの必ずされるポイントがあるんですよ。ああ、もうされてし、なんかもうするな言うても、するな言うても、多分あの見えちゃうと、もう本当もうすぐ反応しちゃう。アホばっかりやな、ほんまに。ほんまにクソガキしかおらへんな。いや、でもね、あのね、まあ、あの、ハマるんですよ。ああ。で、10分とか同じところうろうろするとね、もうイライラしてね、言う人多分出るんですよ。あ、そういうことね。もうそれこそ最悪やな。そう。自分の気持ちにすらもう抑制を効かすことのできないネット特有の闇を持った若者たちみたいな。いや、ファンキーさん、ちょっと言い過ぎですよ。ちょっと、あなた一番最初に何か切ったでしょ。いや。なんで着火した？見てくださってるのに失礼ですよ。あ、なんだこのおじさん。でもね、あの正直ファンキーさんハマりそうな予感してるんですよ、僕は。いや、ハマりますね、彼は。マジで？マジで？ちょっと。いや断言しましたね今。いや、まあハマりますよね。ハマります。違いますか？あのね、今回のだってファンキー、去年も結構俺あれよりハマったやんか。ハマった。海底のとこでえらいはぐれたし。いや、あのね、海底のやつはトワコさんがあの異常なんですよ。あんなとした、あんな真っ暗なとこ普通行こう思わへんよ、普通。何この人と思ったもん俺。なんでこんなとこ通るんやろこの人と。構成されてるのがファンボン。あれについてこいって言う方がおかしいわと思ってるな。マキさん、ついてきてください。いや、僕は生還者から君ついてきてたら2人とも大幅ショートカットができたってことだな。まあ、できたけど、あれは無理でしょ。あれは無理でしょ。難易度高すぎるわと思ったわ。まあ、お、8時。行きましょうか。だから、ちょっと説明だけ先しますね。はい。まずは、本編中先ほど言ったように、コメントの非表示っていうのを全員ちょっとお願いしてて、はい、観光の時とかは全然いいんですけど、今のこの本編中ですね。なるほど。この時だけはコメントの、読みと、あと表示と、切っといてほしい。はい。切りました。了解。はい。なので、もう二人で相談しながら進む感じになります。はい。了解です。チームプレイでね。かしこまりました。で、配信設定 OK ですか？OK です。テストしたもんね、ファンキーさん、この間。そう、あれのまんま同じようにしてるんで多分大丈夫です、ね、去年ね、なんか途中で暗い、うん、暗い言われてね、もう仮面してくれやってガチ切れしましたもんね。そう、今回はね、もうほんまにちゃんとね、バッチリね、設定もできたので、そう、はい、で、トワコさんは置いてきぼり食らってたんやけどね。あ、ファンキーから一応説明を受けて、はい、あのしおり通りの数字に設定し直してます。あ、ありがとうございます。さすとはです。でしょ、話が早い。で、あと、このね、僕のキャラの左手にあるこの道を登っていってもらって、うん、はあはあ、山の中腹にある祠に入ってもらうんですよ。山の中腹にある祠に入る。はい、
ここ進んでいってもらうんですけど、これを道なりに、はい、ははと、トワカさん大丈夫？ちょっと待っていいですか？いいっすよ。あの配信設定が元に戻っていることに気づいた今。新しくキャプチャーしたんちゃう？多分。そうだ。あ、黒くなってるってこと？バカか私は。あれ何もでしたっけ？体の設定。ね、明るさ20のコントラストマイナス5だったかな。20のマイナス5。うん。さっきから放送画面ちょっと暗くないですかみたいなコメントに、いやいや僕はちゃんと事前にもらった数字を守っているから。どうやってたのに、やってるよって。実際暗かったみたいな。お菓子取ってきます。すぐ戻ります。お菓子？このタイミングで。よし。明る明るすぎる？いや。明るすぎる。今までお届けしてた画質暗かったんやなっていうのが。あの途中ね盲目あるんでやっぱり。ああはいはいはい。うんうんうん、よし、なんであいつこのタイミングで取りに行ったんや。1時間も早く枠始めてんのに。はい、じゃあ。はい、変えてまいりました。あれ？はい、OK です。ああ、よかった。じゃあですね、どうしようかな。説明、あ、はい、ここのね、山の中腹に向かってもらって、はい、ほこらがあるんですよ。でその中を進んでもらうと、はい、隠れ里に行けます。なるほど。はあ、はあ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 、はい。でその隠れ里の中でね、はい、探索を行ってもらって、うん、前川郷への帰還方法をお二人で探してもらいます。なるほど。前川郷への帰還、はい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 、うん、なのであの何をしていいかっていうのは向こうで情報収集してほしい。え、そうなんねや今回。うん、なるほど。そう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 。で、ですね、しおりにも書いたんですけど、本編ラストでね、はい、本編のラストで、うん、死んでしまうことがあります。うん、え、嫌です。嫌ですよね。死ななかったらいいんですよ。なるほど、わかりました。素直、素直。ほんで、うん、その場合はね、バッドエンドで。ここに帰ってくる感じになります。え、なるほど。ミクリアみたいな形で一応帰ってこれるのは帰ってこれるんですけど、うん、なので極力ね命は大事に進めていただければなと。どうせまたあれでしょ、すごい数のゾンビ追いかけてくるんでしょ。うん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 、マジで、うん、マジでってお前去年、いやだってね、アイテムのちょっと確認もするんですけど、はい、まず剣没収です。あ、ないの？剣とかは全部このチェストに没収です。よし、ボールを。そして、うん、ポーションも全没収です。持ってないです。すごい、足したような食べ物しか持ってないです。食べ物は OK、 食べ物は OK。 よし、うん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 、で2人とも本当に食べ物 4,50 個ある？今僕220個ぐらい持ってます。 OKOKOK、 わし130個ぐらい持ってます。 OKOK。 あのね、なんでかっていうと、うん、あの HP って空腹を満腹にしとくと、うん、回復するでしょ HP。 はい、それでやりくりしてもらう感じになるんで。なるほど。へえっつったお前。はいはい。なるほどですね。素晴らしい。だからそういうマインクラフトなんですね今回は。そうです。なるほど。で戦うときは捨て頃でいきます。なるほど。グーでやっつけてください。マジか。ファンキーさん捨て頃得意でしょ。ちょっとあなたそういう風評被害ばっかり生むようなコメントをさっきから。それで OK かな。でうん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 、で大丈夫かな。はい、大丈夫かな。あとうちの放送で何か言い忘れてることない？大丈夫。あ、モダル持ってる人いる？それそれ。あ、ない。トワコさん持ってない？なんすか。いや持ってない。モダル持ってない。モダル持ってるとバグるんで没収してます。大丈夫。いや持ってないです。オッケー。じゃあ行きましょうか。ポーションはさっき没収したので多分持ってないと思う、うん、お酒とかはあれやけど。うん、よし。じゃあこれで準備整ったんで、お一人ずつ自己紹介と抱負みたいな感じで、はい、ちょっと一言ずつもらっちゃおうかな。はい。お、はい、
じゃあまずは、はい、飼育員の代表としてトワコさんからいきましょうか。はい、どうもゲーム実況者のトワコです。勝ちます。勝つとかあるの？いや、もう世の中勝ちか負けかですよ。なるほど、前向きですね。勝ったやつは負けなかったんです。以上です。え、もういいですか？いや、今年も勝ちます。今年も勝つってことは、あのバッドエンドは迎えないって捉えていいですか？うん、いや、バッドエンドにも勝ちます。バッドエンドになったけど勝ってる体なんですか、それは？偏屈親父。まあ、それはそういう風に捉えていただいて。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてファンキーさん、今年のファンキーさんは違うよってとこちょっと見せていきましょう。そうですね、今年のマイクラ肝試し2016ファンポン、このチームのテーマとしては、私ファンキーが、うん、トワコ君を、クリアへ導いてあげるっていうのが僕の中でのテーマですので。マジっすか。僕が彼を引っ張っていってあげるっていうことになると思います。ほんまですか、トワコさん？誰が殴ってんの？聞いてなかった。聞いてなかったね。ちょっと、はい、じゃあその、新しいファンキーさんに皆さんご注目ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よし、じゃあ早速もう、8分経過してるので、ゲームモード。わー、やばい、めっちゃ楽しみ。結構ね、ほんと謎解き要素多いん、謎解きというか、まあ、探索要素かな、ありますので、本当向こう行ったらちょっと情報をゲットしてください。書籍とか集めて。はい、了解です。はい、じゃあですね、こちらの方では準備が整ってますので、はい、お二人、ほこらの方に出発していただけますでしょうか。よし、行くぞ。よっしゃ、行くぞ。じゃあ行ってらっしゃい。誰やこれ。 OK、あのね、すいません。バイバイ。時間が押し迫ってたので、キーワードはちょっと次2個同時に言います。ファンキーさん、割とこういう探索芸得意ですよね。さすがにもう2分とか前だったんで無理でした。で、録画は大丈夫です。進んでおります。はいはいはい。じゃあ、なんか、じゃあファンポンコンビ。いや、もう鳥やろ。鳥初めて？ちょっと。お前下げ、お、ついたついた。ワトさん、あ、ワトさん、はよ来い。おくだ、え、くら、よし。あ、閉められた、閉められたからくらなったんか。俺の背中についてきな。もうついてきてないけど。そう、暗くて全然見えへん。あれ、うわ、暗い。なんかすごい。どれやろ、あっち行ったりこっち行ったりする。え、あ、なんか、え、君も、来たのか。ミュートしてるよね、俺。よし、お願いやから固まんのやめて。ここではぐれたらもう僕一切後ろ振り返らずに一人で行くからね、先に。わかった、わかった、背中ついていく。まあ、いつもの、いつものスタイルに戻ったね。見失ったら終わりやと思ってください。トワコさんを引っ張っていくっていう目標はもうすでにも達成できなくなったね。でもなんか情報集めてみたいな言ってたから取り逃すの嫌やな。あー、いいですね、その姿勢いいですね。お、明るなった、明るなった、明るなったから戻ろう、来た道。さすがに取りこぼしてはなくない？ないか、ないな、じゃあ大丈夫や。って思うけどな。狡猾に行こう。もうファンキーさん見てください。何ですか？ファンキーさん、ちょっとあっこに飛び降りてもらっていいですか？いや、ワトさん、けどね、ちょっと、今押そうと。あ、もう先進んでる、あの人なんだ。早くしてくださいよ。ちょっと待って。お願いしますよ。ちょっと。ちょっと。ワトさん、何かの気配を感じる。おー、これは僕の第6巻、シックスセンスが、じゃあ先行って。固まる。シックスセンスが鼓動を始めるのは遅くないか。シックスセンスってもう動いた瞬間になんかいろいろ分からなあかんのちゃうの。なんでシックスセンスがそんなスロースターだよ。お、すげえ。
上。